神奈川中央交通町田営業所、町田駅前通りの中央走行式バス専用レーンを走るツインライナー、町田バスセンター、町田ターミナル、神奈川中央交通町田営業所は、東京都町田市の津田町朝関の上350に位置する神奈川中央交通の営業所の一つ。営業所の略号は、まで、車庫の通称及び、最寄りバス停留所は、のつ電車庫。 営業所、敷地西側に小田急バス、町田営業所が隣接している。本校では、以下、単に、バスセンター、町田 BG と表記した場合は、町田バスセンターを、ターミナル、町田 TM と表記した場合は、町田ターミナルを指すものとする。横浜線、小田急小田原線が交差する町田駅を中心に、山崎団地、藤野大団地などの大型団地と、 沿線各地へまんべんなく路線網を持つ。町田営業所の歴史は、第二次世界大戦開戦直後に関東バス、原町原営業所の路線を譲り受けしたことから始まる。当時の関東バスは、関東乗り合い自動車の会社名で、戦前からの路線を持つ新宿、中野、小木久などの中央線沿線と、その地域から離れた原町田周辺に路線を持つ。 会社だったが、関東バスが原町田地区から撤退したことでそれらの路線を譲り受けし、原町田駅前に原町田営業所を開設した。in 2016年12月31日まで、相模神奈港バス管理委託のダイヤと共同運行、もしくは完全委託路線だった系統町田駅及び、その周辺を発車する路線は非常に多く、そのすべてが、 神奈川中央交通によって運行されている。山崎団地、富士の大団地などの町田市内の各団地や JR 横浜線、東急田園都市線各駅へ向かう路線など非常に複雑である。そのため、ここでは系統番号でどの方面へ向かう路線かを一覧にまとめることとした。路線改変によって多少の例外が生じている箇所もあるが、 大営業所管轄の路線も含めて、町田系統の番号は概ね以下の通りである。なお、町田ターミナル発着路線のうち、基礎南団地、山崎団地、小山田、富士の大団地方面の路線は、始発から8時59分までと21時以降は、町田バスセンター発着となる。玉川学園前駅北側の踏切を渡る町03の折り返し便町だから、 玉川学園前駅までを結ぶ路線で、以前は玉川学園前駅から一つ先の小風台まで運行していたが、小風台折り返し場の閉鎖、土地売却により玉川学園前駅発着へ短縮している。なお、玉川学園前駅には折り返し場所がないため、降車後に駅北側の踏切を渡ってから駅となら、北団地方面を結ぶ住宅街の境愛路を、 ラケット状に折り返して、乗車停留所へ改装する。このため、道路線は原則として、大型車が運行されず、町田営業所の一般車両で、唯一の中型車であるイスズ・エルガミオが専属で、使用されている。町田駅から横浜線沿いに進み、境川団地、木曽南団地方面へ向かう、主力路線で、日中時間帯でも、町田ターミナルに乗り入れる。 唯一の路線となっている。かつては、大和営業所との共同運行だった。町17は、町12を、淵延べ駅まで延伸させた路線で、やべ八幡前より、多摩営業所の町29と同様の経路で、淵延べ北口へ至る。町78は出入古路線で、前述の町17と同一経路で、町田総合高校から数百メートル北西側の、 根岸一丁目交差点を右折、多田だを経由して、のつ原車庫へ至る。以前は町11と町12が頻発されていたが次第に減便された末に、町11が廃止され、町12も2020年9月のダイヤ改正で、平日、土曜の早朝及び夜間のみの運行に、大幅減便となった。日中は大体として、町17.78が、 毎時一便運行され、他に、後日の町三十三が、毎時2から三便と合わせて、町田 BC 基礎南団地間は、毎時四から五便が確保されているものの、以前とは系統ごとの本数が大きく変化している。町三十三は、町田山崎団地のすぐ北側に位置する大規模、マンション、CI ハイツ町田のある下山崎へ向かう路線で、前述の町十七点七八とは、 基礎南団地まで同一経路で進むものの、町田総合高校すぐ手前の交差点を右折し、山崎団地の建物を右手に見ながら、奥の下山崎へ向かう。かつては、すべて町32の経路で運行されていたが、平日日中は、毎時一便が市民病院前経由の町66で運行される。このように、境川団地多田付近の一部区間で経路が異なるほか、 町田総合高校前停留所は、往復ともに、前述の淵延方面の路線とは別の停留所に停車するため、利用の際は注意が必要である。以前は、忠だ公園入り口停留所、忠だお二丁目停留所が、往復ともに専用停留所を使用していたが、他路線とはやや離れた場所に設置されており、2018年5月1日に、それぞれ、秋葉神社前、 山崎小学校前へ解消された。山崎団地センター、山団センター表示の町25町13のツインライナー、町田営業所の最終力路線群で町田駅と町田市内最大規模の団地である町田山崎団地、木曽山崎を結ぶ。このうち山崎団地域は山崎団地内の北2号停留所が最寄りとなる東京都立山崎高等学校への 通学路線としても利用される。また、2020年9月以降は、旧町田市立本町田中学校と、旧道市立本町田西小学校の跡地に、新設された、大美林大学東京日向山、キャンパスへ、山崎団地センターが最寄り停留所となるため、同校へのアクセスも担うことになり、平日朝8時から20時台の山崎団地センター方面は、 同学生の乗車専用停留所として、町田バスセンター15番線に途中停車するようになった。現在は、終日にわたって山崎団地発着路線が、中心のダイヤで運行されるが、かつては日中に、山崎団地発着と山崎団地センター発着が交互に運行され、町田バスセンターから山崎団地センターへは6分間隔。 山崎団地へは12分間隔のダイヤが組まれていたが、2016年5月30日のダイヤ改正で大半が山崎団地発着へ変更。2018年5月1日のダイヤ改正で山崎団地センター発着は町田駅行き方向のみの運行に変更。終日にわたって山崎団地発着が運行される。町13急行便は町田バスセンターから 境川団地、基礎入口から山崎団地センターまでの各停留所に停車する。平行路線が多数存在するため、平日朝夕の通勤時間帯は大半が急行で運行される一方、それ以外の時間帯は毎時1便程度に止まっている。以前は夜間の一部便に通常の大型車を使用していたが、2016年5月30日からは、 全便ツインライナーの運用に変更された。しかし前日通り、大美林大学の新規開校に伴って2020年9月25日から、町台機のみ、大型車による運用が復活した。町25.35は、のつ電車庫発着の出入庫路線だが、山崎団地、山崎団地センターへの出入庫は、大半が車庫との改装で、この路線は、他路線からの出入庫で用いられる。 急水溝前からは今宿を抜け、町55と同経路で、のつ電車庫へ向かう。2018年5月1日のダイヤ改正で、前述の山崎団地センター発着と同様に、片方向運行となり、町25は平日深夜バスのみ残存、町35は土曜早朝の車庫発のみとなった。町37は、他の山崎団地方面の系統とは、 若干異なる経路を通り、小田急不動産が分譲した薬師台へ向かう。開設当初は町25と同じ経路で薬師池まで進み、薬師トンネルを抜けて薬師台団地へ行く経路だったが、薬師台地区の開発進展で折り返し場と振動の整備が進んだことや、市民病院への路線運行要請などから、藤野大団地経由、薬師台センター発着に変更され、さらに、 町田基礎住宅住民からの要請で基礎中原経由になるなど住民要望を多く取り入れた路線となった。なお、基礎中原経由に変更された当初はそれまで停車していた山崎団地センターに停車しなくなることから町37専用の乗り場が設けられたが従来の山崎団地センター乗り場とは離れすぎていたため 分離させた上で名称を町田基礎会館前に変更している。町61は前日の町35を発展させた深夜バスで今井跡から富士の大団地、薬師大センターへ向かい、薬師トンネルを経由して右折、のつ原車庫へ向かう。平日深夜の車庫行きのみ設定され、境川、基礎、町田基礎、山崎、富士の大などの町田市中部に位置する大規模住宅の ほとんどを経由するように設定するため、週末以外でも非常に混雑する。以前は平日に便土曜1便が設定されていたが、2020年9月5日のダイヤ改正で平日24時28分に繰り上げられ、さらに平日25時台と土曜の深夜バスは廃止された。ダイヤ改正前は平日の町田バスセンター発25時2分発は、 神奈川中央交通で最も遅くに出発する便で、横浜線最終電車と小田急小田原線新宿0時20分発の急行海老名駅と接続しており、これらが遅れた場合は、接続待ち合わせのため、発車を数分程度遅らせていた。なお、時刻表、行き先表示などの表記や乗客への案内において、山崎団地センターを山団センターと略すことがある。 またツインライナーは2009年頃からの町田市の連接バス導入構想に基づいて2012年5月28日より町13急行に限定して導入されたものだが2016年2月28日からは後日の町田 BC との津田公園を結ぶ直行バスでも使用されるようになったツインライナーの運行開始に合わせ急行は 途中の境川団地も停車するようになったため、朝9時までの町田駅を除いて、従来の運賃前払いから後払いへ変更となった。町田バスセンター発が朝、高校発が夕方運転の通学専用路線で、どちらも急行運転となる。横丁、図書大橋に停車するものと、横丁のみ停車するものがあり、時刻表や行き先方向幕でも区別されている。なお、 日大三高行の校舎は終点のみ、町田バスセンター行きの乗車は日大三高のみ扱われ、町田バスセンター横町、逗子大橋、または横町、逗子大橋のみの利用は不可能である。日大三高の学生や関係者が最優先となるが、一般客も利用可能である。なお、休日はほとんど運行されないが、実際には曜日を問わず、学校行事や登校、 就業、部活動などの時間に合わせて、柔軟な臨時便の運行が実施される。かつて在籍していたり、つきバス、まあ、197は町39専属だった。現在は道南バスへ移籍している。町田バスセンターと町田市立室内プールを結ぶ路線。開設当初は町38が、主力で出入小便となる町39は本数が少なかったが、 1997年の改正で町39が増便されるとともに町38は平日1便のみの運行となっている。現在、私立室内プール停留所にあった折り返し場は閉鎖され、町出しのゴミ収集車などが使用する CNG、ガススタンドとなった。そのため町38も現在は私立室内プール方向への片方向を運行のみになっている。 町21は市民病院正門まで行く短距離路線で病院到着後はそのまま乗降扱い後に直進して滝の沢交差点を左折市民病院前を経由して町田バスセンターへ向かう経路上は循環でかつては通し、運行の便もあったが現在は病院正門で打ち切りとなり通し、乗車はできない朝の通勤時間帯に浄水場前から 町田駅の混雑緩和を目的としている。2019年4月より、町っ子公共施設巡回ルートの経路変更に伴い、朝日町交差点付近から市民病院正門の区間に朝日町停留所が新設され、停車するようになった。町26は上宿、逗子方面への中心路線で、一部は出入港を兼ねている。 上野土発着の区間便である町22は、かつて頻発していた時期があったが、現在は町21同様に混雑感が目的で、平日朝一本の上宿発が残るのみである。町27は、逗子大橋から逸れて、都道155号経由で、小山田へ向かう路線で、桜橋大泉寺は、道路の拡幅整備中で境外だが、大型車で運行される。 多摩営業所と共同運行となっており、他の町田ターミナル発着系統に、日中の町田バスセンター発着が存在しないのに、対し、町27は、日中でも一部が町田バスセンター発着となっている。町31は、市北部にある、多摩丘陵病院を結ぶ路線で、かつては、多摩センター駅、または、唐木田駅までの延伸計画があり、唐木田駅行きとして、 町40の方向幕まで準備されていたが、京王帝都電鉄との調整などもろもろの事情によって実際に開設されることはなかった。町36.45は、戸立の津田高校への通学路線で、町36は、の津田高校の正面へは乗り入れない。どちらの系統とも独自区間が存在するものの、もともと沿線の人化や通学外需要が少ないこともあり。 運行本数は非常に少ない。富士野大団地町田市中部にある大規模団地、富士野大団地への路線で、富士野大団地のみならず沿線のほぼ全域に、町田警察署、町田郵便局、町田市民球場、三、町田朝日体育館などの公共施設や、朝日町の工業団地、都立町田高校などが点在することから終日に渡って混雑している。 時間帯によっては、積み残しや、満員通貨が発生することがある。かつては朝夕に休校と合わせて、おおむね2から7分間隔、日中は9分間隔で運行されていたが、2016年5月30日と2018年5月1日に、実施されたダイヤ改正で本数が見直され、町42は2016年に廃止されたほか、町41についても、 日中を中心に減便された。これらの系統の中で唯一、日中でも、町田ターミナルに乗り入れる路線で、相模神奈港バスへの運行管理委託当初から2007年頃までは、町76や鶴川方面の神奈港共管、委託系統とは異なり、神奈中本体運行便、神奈港委託運行便の増減やダイヤの持ち替えが、たびたび行われた。町50.54は、 鶴川街道を経由して、金井方面へ向かう路線で、2017年3月21日の経路変更で、町田駅発着から町田バスセンター発着となったため、町田バスセンターから富士の大団地まで町41と同経路で運行されるようになった。以前の町54は日中数本程度が走るほどで、 工日の廃止された町52が主力だったが、2017年と2018年のダイヤ改正で立場が逆転、町52は町54へ統合された。町50は市内の団地住民の交流促進や買い物の利便性向上のため開設された買い物バスの路線である。かつては他にも買い物バスが存在したが、現在はいずれも廃止され、 同系統が現存する唯一の買い物バスである。鶴川駅より先は後日の鶴11と同経路で鶴川団地まで運行され、鶴川駅、鶴川団地で小田急バスとの共通定期券が利用可能である。また、従来の支払い方法は、前乗り中ぶりの運賃前払いだったが、2015年9月25日から後日の鶴21.22とともに、 前乗り前振りの運賃後払いに変更されていた。南大谷地区の小田急線ガード下を潜る町76かつては大和営業所の路線だったが、相模神奈港バスへの運行委託により町田へ移管されて現在に至る。もともとは町田バスセンターから市民ホール、第四小学校、消防署を経由するかなり大回りな経路で運行しており、 この区間の所要時間だけで10分を要していたが、宇野森交差点の慢性的な渋滞で遅延が向上化していたため、ひどい時は消防署前で下車して徒歩で町田駅へ向かうよう案内することも少なくなかった。2015年1月、振動の開通と運行環境改善のため、町田バスセンターからの大回り経路を大幅に変更し、 町田市役所交差点から中町三丁目へ段落する経路に変更され、運行時間の短縮と遅延改善が図られた。これに伴い、経由地表記が、明けの病院前、三つまた経由に変更されている。この経路変更に伴い、途中の中町一丁目は停留所位置の関係から、成瀬台方面の未停車し、町田バスセンター方面は通過するようになった。 しかし2015年9月、町田バスセンター方面の中町一丁目が、旧市役所跡地の町田芝広前に移設されたため、再び両方向を停車するようになった。町田駅停留所、中町一丁目付近を走行する町55これらは、小田急町田駅発着路線で、踏切近くのポップビル前にある町田駅停留所を発着する。町田駅には折り返し場がないため、 町田郵便局前中町一丁目町田駅、中町二丁目町田郵便局前の循環経路で運行されるが町田駅をまたいでの乗車はできない。中町一丁目町田駅間は歩行者の多い共愛区間である。町53.5号は鎌倉街道を経由して本町田、約7方面へ向かう。 町53は袋橋を右折して、芝溝街道を鶴川駅へ、町55は袋橋を左折して、のつ電車庫へ至る。袋橋は両系統でかなり離れた停留所を使用しており、実際の分岐点は一つ手前ののつ電神社入り口となる。主力は町55で、町田駅発着路線の中では最も運行本数、利用客が多い。前述の町と、 同じく一部ダイヤが出入口を兼ねている。町53は、毎時1本程度の運行だが、前述の町50.54より、遠回りのため乗車区間によっては、運賃が高額になる。なお、この路線は古くに小田急バスと共同運行で、新原町田駅と調布駅や、江ノ島と吉祥寺駅を結んだ路線の名残で、町53と後述の鶴22の経路で、運行されていた。 町十一は、町田駅を出ると、菅原神社、日光大交差点を右折して、洋雲寺ストアーマイ引く団地南口から、南大屋都営前を経由し、町田第一小学校入り口から直進して、町田駅へ至る。なお、本町田団地という名称の停留所は存在せず、路線名、バスの行き先案内と、定期券の券面表示だけの名称である。鶴礼一は、 鶴川駅とフェリシア子ども短期大学を結ぶ路線で、かつては三輪までの運行だった。全体的に共愛路を走行するものの大型車で運行される。鶴08は鶴川緑山住宅を循環する路線で、鶴1.08ともに、奇襲店は町田市内ではあるものの、途中の岡上停留所が川崎市内のため、岡上での乗降もしくは、 お鏡をまたいで利用した場合、運賃は、川崎市内運賃が適用される。フェリシア子供短大から、鶴08の欅通り停留所までは300メートル程度と、かなり近い。鶴川駅北側及び、鶴川団地北側にある、新興住宅地への路線で、鶴25のみ、神奈川中央交通単独での運行だが、もともとは、小田急バスも参入する予定があったのか、 方向幕を準備していた。また、鶴十の妙行寺前停留所に関して、神奈中は、妙行寺前、小田急は、妙行寺という名称を使用していたが、2015年12月21日から、妙行寺前に名称が統一された。鶴川駅と鶴川団地を結ぶ路線で、日本の路線バスで初めて深夜バスの運行を開始した路線である。 1970年7月26日より、鶴川駅23時10分23時30分の2便を設定し、運賃は通常の3倍である60円で定期権利用付加となっていた。これは、運輸省が深夜時間帯のバス運行について、バス事業者へ検討を呼びかける通達を出す半年、前に運行が開始されたという点でも非常に特筆されるべき出来事である。 以前は町50と合わせて高頻度に運行されていたが、2015年11月4日のダイヤ改正で大幅減便となり、鶴12は小田急担当の北回りが夜間1便のみとなり、神奈川中央交通は担当を外れた。運行形態はそれぞれ異なり、鶴11がセンター前経由、鶴13は鶴川6丁目経由となっている。 町50を除いて、運行本数の半分程度を、小田急バスが担当するため、神奈かまたは小田急としての個々の系統の本数自体は、さほど多くない。鶴川団地の停留所、折り返し場は、交差点を挟んだ向かい側にある和光学園の停留所、折り返し場と隣接しており、下校時間帯は、和光学園の学生の一部も、鶴川団地発に乗車し、 さらに二つ先の国士館大学前でも学生が乗車する。そのため、運行便数が多く確保されていても、満員となることもあり、途中停留所での積み残しが問題視されている。なお、鶴13は、鶴11の短絡経路で所要時間も数分程度、短く乗客も比較的少ないために、鶴川駅後袴を挟んで利用する場合は、 後発の鶴13が先に到着する場合もある。また、鶴川団地停留所に関して、神奈中は鶴川団地、小田急は鶴川団、地引き開始所という名称を使用していたが、2015年12月21日から鶴川団地に名称が統一され、同時に途中の鶴川病院前停留所は、鶴川中央公園に、鶴川第二小学校停留所は、 農画屋二丁目にそれぞれ名称変更された。鶴川駅から若葉台駅方面へ向かう路線で、鶴21は若葉台駅の一つ手前の下黒川が終点であったが、若葉台駅のバスターミのある共用開始に伴い、若葉台駅まで乗り入れるようになった。鶴22は土曜の朝に一往復が運行される路線で、若葉台駅に立ち寄ってから再び鶴川街道に戻り、 稲城市役所、矢野口駅東、玉川原橋を経由して、調布駅南口へ向かう。高速バス、深夜急行バスを除くと、神奈川中央交通の一般路線で玉川を渡る、唯一の路線である。前日通り、もともとは休日にこの系統が運行されていた関係で、下記24は、休日朝の矢野口、調布発着便を削減された。 この系統の運行についた車両は、当系統の運行後に、鶴川駅より、柿尾駅北口まで改装し、後日の柿26.27の運用につく。鶴21.22の支払い方法は、これまで、前乗り中ぶりの運賃前払いだったが、2015年9月25日から、前日の待ち50とともに、前乗り前振りの運賃後払いに変更された。鶴十三は、 鶴川駅と和光学園を結ぶ通学路線。平日の朝夕の闘技校時間帯に運行され、基本的には土曜、休日は運行がないものの、和光学園の要請で臨時運行、増便されることがある。通常の運行は、工術の鶴12と同様の経路で運行する鶴23休行が中心だが、鶴21と同経路の確定が、 平日の鶴川駅8時25分発の1本のみ運転されている。和光学園13時30分発は木曜日のみ運行。なお、鶴川駅消防署前引く街道口で鶴12と経路重複しているが各系統とも神奈川中央交通単独運行のため小田急バスとの鶴川団地線共通定期券は利用できない。鶴33は 鶴川駅発着系統の出入庫路線で比較的短距離だが経由する柴溝街道は渋滞が発生しやすく渋滞時は通常の数倍の時間がかかることがある。2013年7月1日のダイヤ改正で鶴66の開設と一部便の振り替えに伴い減便され合わせて川島入口経由と案内されるようになった。平日朝一便のみ 鶴川第一小学校、鶴川中学校への通学輸送目的で、並木始発の鶴川駅行きが設定されている。鶴37は、のつ電車庫より、先の淵延駅まで通して運行するが、平日朝1往復のみに抑えられている。なお、のつ電車庫、淵延駅北口間には、後日の淵23が、毎時1本程度運行されるほか、休日には、 橋本営業所担当の淵24が上り戸から、鶴川駅、の津田車庫経由で、淵のべ北口まで一往復運行される。鶴66は2013年7月1日に、開設された新路線で、2000年代半ばの山王ガーデンシティ、住宅地造成時より運行の協議が行われ、不動産会社側も、 路線開設を前提とした分譲販売を行っていたが、なかなか実現していなかった。淵23は、淵延駅と多田尾地域を経由して、のつ電車庫へ至る路線で、もともとは相模原営業所の担当だったが、多摩営業所開設時に多摩へ移管された。2006年4月3日からは、多摩との共同運行になったが、町田担当は一往復のみとなっている。 小田急不動産の分譲住宅地、森農家及び、薬師台への路線で、金井までは町1 0 5 4と同じ経路で進む。金井東交差点から先は終点まで、新興住宅地であり、朝夕の利用客はかなり多い。鶴川発着の他の系統と、同様、芝溝街道や鶴川街道の渋滞に巻き込まれて、しまうと数倍の所要時間がかかる場合がある。前身は、 三井不動産の分譲住宅地、春名坂ヒルズの居住者用に運行されていたシャトルバスで春名坂ヒルズから薬師大英振動が延伸された後に鶴57が開設された2011年より深夜バスを運行開始どちらも土曜運行で1セットで運行される以前は鶴21と同様に下黒川止まりだったが 若葉台駅前ロータリー解説によって乗り入れを開始した。柿尾駅北口では同じ経路の路線を運行する東急バスや小田急バスとは異なり折り返し場内には入らず、津久井道場に専用の停留所が設置されている。新町っ子カラーの町28専用車旧町っ子カラーの町18専用車、除籍席済み1997年10月20日に運行開始した。 コミュニティバス。町田市のコミュニティバスとしては、初となる路線であり、その後、2005年に、玉川学園コミュニティバス、2007年には、町田市、金森地区、コミュニティバス、川瀬美号が、運行開始している。また、1990年代後半と、東京多摩地域のコミュニティバスの中でも、早期の開業であり、武蔵村山市内循環バス、日野市ミニバス、 武蔵野市務バスに続く4番目の開業となる。町田市民バス、町っ子として、町18、公共施設巡回ルート、町28、相原ルートの2路線が運行されている。交通不便地域の解消と、公共施設の利便性向上のため、町田市が運行経費の不足分を補助しており、町田市の公式サイトでは、市民バスとして紹介されている。 両系統とも平日のみ運行される。神奈川中央交通の路線バスとしての系統番号も付与されている。町18公共施設巡回ルートは市街周辺に点在する公共施設へのアクセス工場のために設定された路線で町田 BC を起点とした片方向循環で運行される。2015年1月から2019年3月までは 市役所閉庁時間帯の2便を除いて、町田市役所の外周道路を周回し、市役所の南に新設された町田市役所南口を経由していた。もともとは半時計回りで運行されていたが、2019年4月の経路変更で時計回りでの運行に変更された。乗車区間によっては乗り継ぎ券を受け取ることで町田 BC を挟んだ乗車が可能である。 車両は、1999年10月の運行開始から2008年5月9日までは、旧町っ子カラーの中型ワンステップバス、三菱不装、エアロミディ MK が2008年5月12日からは、新町っ子カラーに、リスの絵が描かれた専用車の小型ノンステップバスが、使用されている。町28、アイルートは、町田市民病院久保が、やと館のみ、 急行運転となり、途中は、ただお公園前、ただお三丁目、私立室内プール、桜橋、ときは、小山小学校前、片所、田畑のみに停車する。ほとんどの区間で、渋滞の激しい町田街道を長距離走行するため、定時運行が困難な場合がある。車両は、1997年11月の運行開始から、急町っ子カラーの小型ツーステップバス。 昨日、リエッセが使用されていたが、2010年3月2日から車両が変更され、新町ッコカラーの小型ノンステップバス、日野、ポンチョに置き換えられた。その後、車両交換により、前述のミディ MMCNG 車へ交換となったが、しばらくして、再びポンチョの運用へと変更されている。町ッコの運賃は、市が運行補助していることから、町18、 公共施設巡回ルートが100円均一、町28、相原ルートが、大距離制で100円から300円と、一般路線バスよりも安価な運賃に設定されている。そのため、パスもスイカなどの交通系、IC カード、神奈川中央交通の各種割引乗車券は、使用できないが、東京都シルバーパスは利用できる。2012年12月より、両系統とも、 町が市民病院正門バス停脇のスロープから病院玄関前に新設されたロータリーへ乗り入れるようになり市民病院正門のバス停は原則として通過となった。ただし停留所ポールは撤去しておらず社長が長くロータリー内に乗り入れることができない一般の路線車両で代走する際はこれまで通り市民病院正門停留所を使用する。 2019年4月より、前述の公共施設巡回ルートの経路変更に伴い、朝日町交差点付近から町田市民病院の区間に朝日町停留所が新設され、町っ子、公共施設巡回ルート、相原ルートと、町21の3路線が停車するようになった。のつでん公園行きの直行便のつでん公園、停留所運賃は通常の宅間制運賃で、 途中停留所は停車しない。鶴川駅発着は2007年頃に FC 町田ゼルビアの試合観戦用に運行していた、のつ電車庫競技場線の貸切扱いでの臨時路線が前進で、シーズンごとに、運賃無料化や予約制の貸切運行化などへの、移行ゼルビアの2012年、j に加入やスポーツ祭、東京2013の開催計画などに合わせて、 路線バス開設が検討された後、2013年3月より、乗り合い路線として開設された。のつでん公園あるいは町田ギオンスタジアムで、ゼルビアのホームゲームほか、各種イベントやスポーツの試合が開催される際に、臨時運行される。多摩営業所と共同運行で、2016年からは、相模原営業所も加わった。運行経路は、 鶴川駅から新袋橋交差点までは鶴33と同様で、新袋橋交差点から先は、綾部原トンネルを通り、のつげん公園へ向かう。鶴川駅では5番乗り場での乗車となる。無料シャトル時代は、長山駅、静石桜が丘駅、多摩センター駅方面との乗り継ぎのため、5段台に停車した。なお、 現在は運行されていない、のつ電車庫発着のシャトルバスは、のつ電車庫停留所ではなく、走車所内で乗降を扱っていた。町田バスセンター発着は2016年2月28日に、新設された乗り合い路線で、原則は、連接バスで運行されるが、通常の大型車で運行される場合もある。こちらも町田ギオンスタジアムで、ゼルビアのホームゲームが開催される際に、 臨時運行されるが、平日が試合開催日となった場合は、連接バスを使用する町13の運用の関係上、この直行バスは原則運行されない。乗車人数に限りがあるため、運行当日は、町田バスセンター乗り場付近で整理券を配布し、その整理券がないと乗車できない。運行経路は、町田バスセンターから新袋橋交差点までは町35と同様で、 新袋橋交差点から先は、綾部玄トンネルを通り、のつ玄公園へ向かう。町田バスセンターでは町13と同じ4番のリバでの乗車となる。毎年春に、尾根緑道で開催される町田桜祭りへの臨時直行路線で、町田バスセンター15番のリバから、尾根緑道入口までを結び、途中停留所は停車しない。運行経路は町16の、 ひなたねトンネル経由と同一。初代、超28は、大リ林学園への、アクセス路線神奈川中央交通が使用していた頃の、他45停留所名称は廃止、遺憾当時の名称のままとする。2000年に導入された初期のノンステップバス、助手席済み先行導入された、PKGMP35UK 改め。画像の、まろくなど数台は、試験的に、 UV カットガラス、黒色差し仕様で導入された。町子用3台と町0産用1台ツインライナーを除いて、在籍車両はすべて三菱不創生大型車に統一されている。近年はノンステップ車及びワンステップ車が約半数ずつ並行導入されていたが、2008年度からは東京都及び町出しの方針により、路線用の新車は原則として、 ノンステップ車のみ導入となった。このため、それ以前に導入されたワンステップ車は新車導入に伴う玉付きで他の営業所へ転出しており、現在所属している路線車両は委託車も含めてノンステップ車で占められている。大型車については2015年3月に全車両のノンステップ車化を達成し、ワンステップ車は後日の町ち霊用中型車1台のみとなった。 大型車には UD トラックスからの OEM 供給車である三菱、不装、エアロスター S も在籍する。大型車はエアロスター系以降、本営業所ではほとんどがホイールベース M 尺の車両のみ導入されていたが、1998年より順次導入されたノンステップ車は従来の車両に比べ車体長が若干長くなることからすべて軽尺が選択されている。 なお、現在導入されているエアロスターノンステップ車の定員は74名で、エアロスターワンステップの M 尺車に比べて少ないことから他の車両と比較して混雑が激しくなることがある。2009年7月には新しいエアロスターノンステップが先駆けて導入されたが、これらのうち初期に導入された数台はカンナ中の一般路線車で初めてとなる緑色の UV カットガラス。 三角形の吊り革、LED 色側灯などを試験導入した。窓のサッシも従来のエアロスターとは違い黒色で緑色のガラスと相まって引き締まった外観となり印象が大きく変わった。当該車両の車内では UV カットガラスなどに関するアンケートが実施された。なお、 それら初期導入者以外の車両及び、多摩車は従来通りの仕様での導入となったが、アンケートの結果が好評だったためか、2009年9月以降に導入されたエアロスターには、営業所を問わずすべて、黒色サッシ UV カットガラスが本格採用されている。2012年6月には、一般路線用としては十数年ぶりに、三菱不走以外のメーカーの新車であるいすず。 エルガミオワンステップ車が1台導入された。これは、大型車が運行につけない町03用に1台のみ、在籍していたエアロミディの代替として導入されたものである。町田市民バス、町っ子用の小型車は、日野、ポンチョ3台が在籍する。ポンチョへの代替以前は、三菱ふそう、エアロミディ ME の CNG 車2台が使用され、うち1台は、町田市、金森地区、 コミュニティバス、川瀬美号町田駅ルート試験運行開始に購入したものだが、町田ルート廃止により余乗車を、町っ子予備車として、大和営業所から転属させたものである。なお、小田急バスが運行する玉川学園地域、コミュニティバス用のエアロミィ m e は、町田市と小田急バスの共同所有で、車体表記も連名となっているが、カンナ中は町田市との共同所有ではなく、 補助金による実車購入である。ツインライナーは厚木営業所の連接バスと同じメルセデス・ベンツ、シュターロジーが導入された。ただし厚木営業所の車両とは異なり、導入当初の車両には警視庁との協議で夜間での視認性向上など安全性がより高まる。よう、側面窓枠下側に銀色の帯を設置するなどの対策をとっている。2019年度には、 ネオプランセントロライナー1台が、綾瀬営業所から転入し、増備車導入までの期間、既存のシタールと共に運用についていた。2021年春より、増備車として、新型のシターロ G が1台導入され、前述のセントロライナーが置き換えられた。神奈川中央交通の車両全面 LED、行き先表示器の表記は、一般的に上部に小さく経由値を表示し、 その下に大きく行き先が表示するレイアウトをとっている。町田営業所でも LED 加工所はその一般的なレイアウトだったが、音声合成放送装置導入より、かつての方向膜の表示内容にできる限り近づけたレイアウトに変更された。また、深夜バス、買い物バスなどの表記に関しては、系統番号の枠の高さを低くした上で、 系統番号枠の上に表記されている。2017年の中乗前り前折導入後は、中乗り路線では、系統番号の下に、中乗りと前乗り路線では、系統番号の上に、先払いと表記されている、方向幕時代の前面、行き先表示 LED かかときの前面、行き先表示音声合成放送装置導入による、表示更新後の前面、行き先表示中乗り前、 折導入後の全面行き先表示白色 LED 行き先表示機導入後の全面行き先表示中乗り前折導入後の全面行き先表示中乗り路線は系統番号の下に中乗りと前乗り路線は系統番号の上に先払いと表示される通常は多摩営業所の待機路路線と同じく原則は中乗り前振りの運賃後払い方式である 前日の通り、2017年3月20日までは一部路線を除いて前乗り前へ降りだった。ただし、鶴川駅発着路線のうち、農家や二丁目停留所と岡上停留所を経由する路線、町13の一部は従来通り、前乗り中ぶりの運賃前払い方式である。この乗降方式変更に伴い、町田営業所管内では、 町っ子用車両とのつれん公園直行バスを除いて、全面行き先表示器に中乗り、または先払いと表示されるようになった。2017年3月20日までは町3.1651のほか、町田駅及び町田バスセンター到着が午前9時59分までの便も町田駅での降車時間短縮を目的に、前乗り中ぶりの運賃前払い方式を採用していた。 このため、降車時に運賃を支払う必要がないことから、町田駅では前扉、中扉両方を開放して、乗客を降車させる姿が見られた。ありがとうございます。